フロイド・メイウェザー・シニアは、アメリカ合衆国ミシシッピー州出身の元プロボクサー、現トレーナー。本名は、フロイド・ジョイ・メイウェザー。世界5階級制覇王者、フロイド・メイウェザー・ジュニアは息子。世界2階級制覇王者、ロジャー・メイウェザーとジェフ・メイウェザーは弟。プロボクサーとしては体制しなかったが、ボクシング史上に残る、名ボクシングトレーナーとして知られる。 難病のハイサルコイドーシスを患っている。メイウェザー・ジュニアが1歳の時に、メイウェザー・シニアは、義理の兄弟から、ショットガンで足を撃たれているが、この時自身が撃たれないようにするため、メイウェザー・ジュニアを縦代わりに使ったとされている。1974年11月21日、プロデビュー。 1985年4月26日、アズバ全米ウェルター級王座に挑戦するも、0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。デビュー35戦目で初のタイトルマッチ出場となった。世界ランカーであった時期に、当時米国ボクシング界のホープで、後の5回級制覇王者シュガー、レイ・レナードと対戦したことがある。試合は10回に、 レナードの高速連打をアビティー系を負け、1990年11月3日の試合を最後に引退した。ボクシングトレーナーとして、幼少期を中心に息子である、フロイド・メイウェザー・ジュニア、オスカー・デ・ラ・ホーヤ、チャド・ドーソン、リッキー・ハットン、ホワン・グズマン、レイ・ラ・ーリ、ジョゼフ・アグベコなどを指導した。2007年にデ・ラ・ホーヤが、メイウェザー・ジュニアと対戦するとき、シニアは、 普段25万ドルでデラ・ホーヤのトレーナーについていたが、この試合に限っては、異例の高額条件となる200万ドルをデラ・ホーヤに提示する。しかし、デラ・ホーヤは支払いを断り、代わりにフレディ・ローチをトレーナーに雇った。息子である、フロイド・メイウェザー・ジュニアが、幼少の頃にボクシングを教える。1993年、メイウェザー・ジュニアが16歳の時に、シニアは、 コカイン密売で有罪判決を受け、5年半刑務所で服役した。1998年に出所後、メイウェザー・ジュニアのトレーナーとマネージャーに復帰するが、2年ほど経つと喧嘩別れをしてしまい、居候していた家を追い出され、使用を許可されていた車も取り上げられた。幼少期とこの2年間を除き、メイウェザー・ジュニアのトレーナーには、弟のロジャー・メイウェザーがついていた。 2009年、ロジャー・メイウェザーが家庭内暴力の罪で刑務所に6ヶ月間服役する。この時、シニアとジュニアとの関係が一時的に修復するが、ロジャーが出所後ジムへ戻ってくると、今度はロジャーとの兄弟喧嘩が勃発。ジュニアがロジャーを選んだことで、再びシニアは疎遠となった。2013年、メイウェザー・ジュニアのトレーナーを長年務めてきた。 ロジャー・メイウェザーが体調を崩し、シニアとメイウェザー・ジュニアとの緊張関係も和らいできたこともあり、メイウェザー・ジュニアのチーフトレーナーを2013年9月のサウル・アルバレス戦から引退まで務めた。ありがとうございます。